こんにちは、ニクです。今回はなんと JYP ジャパンのポップアップストアが始まるということで、ちょっとどんなラインナップになっているのか、そして NiziU のね、グッズがどんな風になっているのかっていうのを皆さんにお伝えしたいと思います。はい、ということで見ていくんですけど、まず今回このポップアップストアにあるのが、NiziU、TWICE、STRAYKIDS、ITZY、JYP パークさん、そして 2PM の6組になっています。はい、そして今回ポップアップストアが15日から8月31日までで、夏休みの間になってます。はい、で、それがどこだ？銀座、あ、この前のところかな？どうなんだろう？ちょっと場所ちゃんと見てないであれなんですけど、前にあの JYP のポップアップカフェ、NiziU だっけな？待って、どっちだっけ？ポップアップカフェがあったんですよ、夏に。それの、と同じ場所かな。で、それの応募期間が、6月24日から27日までで、当選発表が7月4日まで。で、ホッテスト、ワンス、ステイ、ミッチ、ウィジューのこの5組ですね。J パークさんは日本のファンクラブがないってことなのかな。はい。で、グッズのラインナップですね。はい、見ていこうと思います。あ、で、そして、1回のお会計で1万円以上お買い上げの方に、1万円前に1枚、お好きなグループの特典クリアカードをランダムで、プレゼントということで、お選びできるグループは金額に変わらず、1グループのみとなります。で、今回ラインナップを見ていくと、これがどういうこと、どういうこと、え、ランダム、え、500円でオフィシャルキャラクターグッズか、缶バッジ、可愛いんだけど500円でこの缶バッジ、え、夏っぽくなってるんですけど、え、めっちゃ可愛い、欲しい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 。で、これがダイカットステッカー、これもランダム、これは違うっぽいね。めっちゃ可愛いんだけど、え、水着着てない、これ、え、新しいビジュ可愛い。そしてクリアうちわまであるんですけど、これ700円、え、めっちゃ可愛い。そしてダイアリーステッカー、あ、ダイアリーに貼れるようなシール、そして、JYP ジャパンのオフィシャルグッズ、 JYP って書いたグッズだったり、あとが、NiziU を見てきますね。今回は NiziU がうちわ、クリアうちわ、なんかでっかくなさそうじゃない、これちっちゃめで可愛い気がする。え、しかも、あ、これサイパンのやつ、もしや、え、めっちゃビジュ良くない、これが800円。そして缶バッジ、これもめっちゃ可愛いんだけど、うわ、やばい、あやかちゃんアップしてない、そういうこと、めっちゃ可愛い。そしてトレカ45種類72名様に直筆サイン入りインスタント写真、マジか。そしてフォトカードセットと、これが1400円でクリアポスター1000円、これ絶対サイパンじゃない、絶対サイパンで、アートボード待って、アートボード2100円、待って、アートボードさ、あのステステの時にあったんですけど、めっちゃ良かったんですよ。アートボード、しかも美女完璧じゃない、全員、え、アートボード好きなんだよね、ちょっと待って、気になります。そして、ステッカーセット、おお、しかも写真のステッカーなんだ。で、ケースも可愛い、これが2200円で、キーホルダー、めっちゃ夏やん。あ、で、お誕生日になってんのかな、一人一人の、すごい、こんな感じで1200円。そしてクリアバッグ、あ、夏っぽい、これが2500円になってて、クリアタンブラー、すごい、夏のライブにぴったりやん。で、ピアス、ちょっとピアス私開いてないからあれなんですけど、ピアスということでありますね。はい、こんな感じになってて、うわー、ちょっと行きたいけど、これいつだっけな、ちょっともう一回いつやるんだったか見よう。1月15から8月31日だから、ちょうど東京の公演とは被らないんだ。うわー、マジか。うち8月31日までに東京行く予定あるかなって考えたら、うわ、なさそうな気もするから、ちょっと悩むし、ここでしか買えないから欲しいけどって感じなんですけど、欲しいよ。まあ、皆さんね、多分、これきっとこれ見てる方、行く方もめちゃめちゃいると思うので、まあ、ちょっとどのグッズが欲しいのかとか、頑張って応募するよとか、皆さんの感想をちょっとコメントで聞かせていただけたら嬉しいです。まあ、個人的にはめっちゃ行きたいけど行けないような気もするので、行きたいな。ちょっとこれグッズが可愛すぎる。ちょっと、やっぱね、NiziUのグッズ弱いし、なんかクリア系のグッズもやっぱ夏っぽいグッズ多いから、そういうのも本当は手に入れたかったなって感じです。そんな感じで、これからもNiziUの最新情報とかあったらたくさん動画にしていくのでよろしくお願いします。そんな感じで本日もご視聴ありがとうございました。また次の動画も見てください。それではバイバイ。